い、アリサです。今回はとコメント欄で他のティアラメンバーもバッグの中身を紹介してほしいっていうリクエストがあったので答えていきます。そのアリサのバッグはこちらです。じゃん。これはとピザクラブって書いてあるバッグです。一周回します。後ろはシンプルです。こんな感じです。それでは紹介していきます。これチャリチャリなると思うので取ります。開けます。これね、スクエア、四角になってる。一つ一つ紹介していきます。まずはじゃん。こちらはアリスのティーカップ型のスゴカが入ってるカード、交通カードみたいな感じ。二つ目じゃん。これはフライングタイガーさんで購入した小銭入れです。これ200円で200円で買いました。次じゃん。これは100均でダイソーさんで購入したミラーです。かわいいでしょこれユニコーン。そう、ユニコーン、ユニコーンみたいな。じゃん。4つ目はこれはね、お姉ちゃんからもらった缶バッジで、一回も開けてるんですけど、宝物なのでこうやってお守り代わりにこの中に入れて歩いてます。汚れないようにね。使いたくない。かわいい。お姉ちゃんになったらね、汚れそう、余計にね。次じゃん。これはティントと口紅が入ってるやつです。持ち歩きやすい。それそう、まとめてるからね。次はじゃん。これはね、まとめ髪アレンジウォーター。こうなんか髪がピヨーンってまとまらない時とかはシュッシュってしてこうやってまとめるように。ああ、とオレンジでかわいそう。次じゃん。ね、これはダイソーさんで購入したミラーなんですけど、ここが折れてる。ね、持ち手が取れたので、でもこれちょうど入るんですよ。だから持ち歩いてます。鏡が2個。どんだけ鏡ねん。こうやって2つ、こうやってして2つ目次はじゃん。このファンデーションなんかね、もう今からメイク系です。で商品、そう、次はじゃん、チューのチーク&リップ。この前の付録のやつか。そう、ニコラの付録。うん、最後かな。最後これか。最後はじゃん。これアイシャドウスティックの、これもおすすめのもので紹介してます。みなちゃんもおすすめって言ってたね。うん、あー、なんかみなちゃんから教えてくれた。これはね、みなちゃんのおすすめ。そう、めっちゃね、熱中じゃないや、めっちゃさ、真剣に喋っとったね。おすすめよ、あーおすすめとか言ってました。はい、以上です。ティアラチャンネル。ということで、今回はアリサのバッグの中身を紹介しました。このバッグのポイントはシンプルコーデにも合わせることによってアクセントになりますよ。